いいなー、久しぶりー。元気してたー？西鳥は元気してたよー。じゃあ、今日もゆるーく。こんにちは、西宮通信の西鳥でーす。先週と今週の西宮は、お正月、初詣で、各地が賑わってたり、西宮神社とか、広田神社とか、門の薬人とかが賑わってたり、あいみょんが西宮神社の前の昼寝に行きたがってたり、めっちゃ雪が降ってたと思ったら、つぶっつぶのあられやったり、すっかり冬らしくなったって感じの西宮の2週間をお伝えしてきました。ということで、1月1日から1月14日の開店閉店で注目されたものをランキングみたいにささっと紹介していきたいと思います。このチャンネルでは西宮の開店閉店の情報を毎週土曜日に、その他西宮の笑いやテレビや新聞ではやらない都が知っておくべき西宮の超ローカルな話を不定期でアップしています。チャンネル登録がまだの方は登録しておくことをおすすめします。まだ西宮通信テレビやっていきましょうか。はい、ということで西宮の開店と閉店、1月の第1週から2週を発表していきましょう。まず最初に紹介するのは、ララポートの閉店が相次ぎました。ララポート甲子園の JTB と版印刷大谷が1月10日で閉店しています。JTB さんといえばやっぱりその旅行団で、このコロナ禍で行きたい人が減ったのが要因なんでしょうか。ハンコ屋さん、大谷さんですか。こちらは全国印象売上第1位というお店やったんですけども、今回閉店ということで、やっぱ今脱ハンコとか契約書とかこうオンラインでできたりしますよね。そういう影響もあるんでしょうか。はい、続いてもララポートです。ララポート甲子園の子供服アルギーとアプレデクールが1月10日閉店です。こちらも閉店されてるということで、いずれもですねアパレルということで、あと子供服っていうことですよね。お出かけすること自体が減ってるので、女装行きの服でも買おうかなっていう、そういう気にはならないんかもならない、そういうところで閉店につながってるのかも。はい、続いてもララポートということで閉店です。アクセサリーと雑貨店リフトが1月23日で閉店です。はい、アクセサリー全品 30% 割引とか続いていきます。車の駅前にカレーパンのキッチンカーが来るみたい。1月14日、21日、28日。はい、フルの電気、新社屋がね、できたわけですけども、いずれはここ、わかる？ここ、ツトバーが流れてて、ここに、ミヤコキッズパークがあって、っていう感じの位置感？わかるかな？キッチンカー、フルの、ということで、以前は、兵庫栄養調理製菓専門学校。はい、こちらの前で、卒業生のキッチンカーということで来られてたんですけども、ほんとその時も早く完売したというね、幻のカレーパン、めっちゃ辛いやつ、はい、今回も完売されたそうなんですけども、14日お昼の12時くらいにですね300個用意してたんですけども、全部売り切れちゃって、もうその後にね来た人が残念やみたいな感じになってたみたいです。これは西通がお伝えしたから。はい、次回は21日と28日いずれも金曜日ということで8時からやってますので、はい、狙い目は午前中に行ってみたら良さそうな気がします。続いては阪急西宮ガーデンズアンミコよりが1月16日で閉店。はい、このような閉店のお知らせが貼っていました。1月16日なので明日までということですね。場所は閉店した泉屋3階の前のとこ、阪急交通社の横、あの透明のエレベーターの横のとこですね。以前西通でも食べに行ってまして、このように新玉ねぎステーキとポークハンバーグのバター醤油ってね、100円、こんなんとか、唐揚げと黒酢あんかけとか、こんなね、どら焼きのメニュー、やっぱ甘味どころということなので、行った
こと、ある人もこれ見て会いたいなって思った人も、一応日曜日16日までやってますので、ついていけます。怒りスーパー宿川店の近くにリトルティースっていう歯科研修、いや歯科監修のケーキ屋さんができるみたい。リスではここ五穀楽園口駅ね、怒りスーパーがここにあって、裏側、駐車場の裏側、以前記事で多分パン屋かスイーツ店ってやってたとこよ。鉄板焼きの春山があったとこです。いや、歯医者監修のケーキ屋さんやって虫歯にならへんってことは、歯医者さんってハイチュウとかヤクルトとかめっちゃ敵にしてない？なんか多分ケーキのことも心よく思ってないみたいな、そんな水と油みたいな歯医者さんと監修したね、ケーキ屋さんできるっていうのが、いやー、さすが洋菓子王国西宮やからこそかな。続いていきます。役所線沿い中前田町にダイニングキッチンクロってレストランができるみたい。1月11日オープン、オープンしてます。伊豆ではここ山手幹線鶴亀があって宮古ラーメンがある隣のとこですよ。こちらはハンバーグとかオムライスとかパスタとか、夜はイタリアン、フレンチ、お惣菜とかワインも飲めるということですね。近々日数でもグルメ記事で出るので楽しみにしとってな。続いて西宮の開店と閉店、1月の第1週から2週に注目された第3位の発表をしたいところなんですけども、その前にはい、その前にではクイズ正解した人の発表です。こちらがクイズ正解者のリスト。じゃあ今回もやるよ、いくで。ウーティーさん、センキュー。ハマブさん、センキュー。工芸犬のコバさん、センキュー。はい、それでは西宮の開店と閉店、1月の第1週と第2週第3位を発表していきましょう。第3位は、定数は67の、これは何や、アイスか。どどん、西宮北口近く甲府江にブルーシールってアイスクリーム屋ができるみたい。伊豆ではここ、西宮北口のこのモスバーがここあって、このお向かいココイチとかの隣を以前靴専科があったとこですね。こちらはもともと沖縄の人気アイスクリーム店で、須磨海浜公園の前とかにもあるんですけど、土日とかよく行列ができてるんですね。このアイスのメニューはここに出てるようにバニラとかストロベリーとかスタンダードなものがあるんですけども、ほらほら、塩チーズコーとか梅っていうの、山芋の一種、他にも沖縄特有のメニューあると思います。あとね、どっかで聞いたことあるな、ストロベリーチーズケーキっていうのもあるよ。はい、そんなアイスの専門店が西宮に初上陸ということで、いやー、また行列できんのかな、ここにな。できる？1月の寒い、マフラーとか手袋つけた人が寒そうにアイス食べてる姿をこの筒川んとこで見られる、シュールやな。はい、続いて西宮の開店と閉店、1月第1週から2週第2位は、定数が95、すごくない？のヒントはこれ、西宮職業安定所前かる？どどん、青木町にあるハローワーク西宮が移転するみたい。そう、ハローワーク、昔は職業安定所って呼ばれてたんですよ。はい、今回ね、青木町から移転ということで、 JR 西宮の近くなんで、だいぶ便利になるんじゃないかな。地図ではここってやりたいけど地図出てないぞ場所で言うと、どうだ、あそこよ、西宮市応急診療所の建物知ってる？ここの2階から4階部分にできるということで、だいぶ便利になると思うよ。 JR 西宮のすぐ近くやからね。車の人は駐車場がないそうです。まあ、近くにフレンテの駐車場が一番近いと思うんで、はい、続いて西宮の
開店と閉店1月第1から2週気になる1位の発表していきましょう。定数は117。117？が西宮北口のショッピングモールで新店舗をオープンするらしい。こちらが1位です。あの竹福がですよ。この竹福、これタイトルがまだ微妙だ。これ西宮北口のショッピングモールでショッピングモールでときましたよ。ショッピングモールといえばガーデンズ、あとアクターですよね。でね、まあこれはインスタに出てました。竹福のあのね、アクタかガーデンズか答えがありました。あのね、ハッシュタグね、見えるかな、これ大きくしようかな。はい、これミスドリの横のとこ、西宮阪急ガーデンズって書いてねん。これここも西宮ガーデンズとかね。はい、まあ、ここに西宮阪急百貨店とも書いてるから、まあ、ワンチャン阪急百貨店っていうことあるかもしれへんけど、まあ、あとゲイブンも書いてるけどね。でもアクタって書いてないから、まあ、西北でショッピングモールといえばガーデンズでしょうね。竹福といえばこの角煮カレーとかね、実際こんな感じで食べに来ましたけど、カツ丼とか もう絶品なわけですよ。テレビとか雑誌に取り上げる機会が多い竹福さんですけども、なんとなんと現在の店舗、こちら営業時間が10時半から15時半、早いんですよね、終わるのが。だからね、夜しか時間ないわっていう人にとっては、いや、ガーデンズやったら多分夜まで営業されると思うので、あのかなり嬉しい人いるんちゃう。ということで本日は以上。本日は西宮の1月1日から14日までに開店閉店した注目されたお店を紹介しました。今回の西宮のローカルネタが面白い、役立つ、良かったって思った方は高評価ボタン、いいねボタンを押していただければ、これからもこんな開店閉店とかそんな動画作れるやる気になりますので、ポチッとよろしくお願いします。このチャンネルでは西宮で開店閉店の情報を毎週土曜日に、その他西宮の話題やテレビや新聞でやらない、みやこが知っておくべき西宮の超ローカルな話を不定期でアップしています。もう初めて聞いたわって方は、過去に配信した動画も見てもらうと、家族とか友達に西宮のこと、家族に何ができんでみたいなことを言えるんで、チャンネル登録、お願いします。ぴよぴよ。それでは未公開のネタもお伝えしておきます。京都以外にポーションができるみたい、3月上旬オープンなど、また来週お伝えしていきます。真似したろ、こんな口してる、こんな口できてバイバイ。